おかつ聖園遺跡56号ロアとおかつ聖主を一石一。おかつ聖園遺跡は、福井県小浜市おかつにある、古墳時代から、奈良時代にかけての聖園遺跡。飯森山南西六の小浜湾海岸線にあり、7世紀から8世紀に、かけての聖園ロアと球面が検出されている。1979年5月21日、国史跡に指定された。 さらに2015年4月24日には、海ととをつなぐ若さの往来文化遺産群、五色国若さと、サバ街道マイナスの構成文化財として、日本遺産に認定された。昭和53年に、小浜市教育委員会により発掘調査が行われ、生円路9基のほか巨大な小土面や球海岸線が確認されて、その重要性が明らかになったものである。 戦後用と推定される、青円炉はすべて、敷石を持ち、5基が、船岡式と呼ばれる8世紀の青円土器に伴う炉で、他の4基は、7世紀末から8世紀初頭と推定される、神経式青円土器に伴う炉である。船岡式器の炉が、最もよく整っており、計10から30センチメートルほどの上面の平らな、つぶてを敷き並べ、長さ4から5メートル。 幅2から4メートルの平面規模を有する。敷石面は、加熱で焼けた痕跡をどめ、敷石の間には多量の木炭が詰まっている。敷石路群の西側には、南北約30メートル、東西約10メートルに及ぶ、大規模な焦土面が認められる。これは、船岡敷機の炉と同じ窮地表面に、3から10センチメートルの厚さで赤土を、敷き詰め加熱を加えられたもので、 生演作業のいかなる過程で用いられた施設か、まだ十分に解明されていないものの、意識的に造成された面であることは、ほぼ確実と言える。小土面の西側には、南北方向に伸びる、旧海岸線が認められ、海岸の緩やかな斜面には、敷石路の廃材とみられる、焼けた粒手が多数散乱している。本遺跡は、生演遺跡としては、全国的に比類のない、 豊かな内容を持ちかつ、保存状況も良好であって、声援遺跡の一典型を示す例と考えられ、また、藤原宮や平城宮では、若狭国から長として送られてきた塩の付け札木管が発見されているが、7から8世紀に稼働していた本遺跡は、そうした塩の生産を具体的に裏付ける資料でもあり、学術上極めて重要なものと考えられる。ありがとうございます。